移らさせていただきます。トップバッターは公共空間1チームです。よろしくお願いします。はい、公共空間1チームを代表して発表させていただきます。さいたま市大宮区在住の福田でございます。私たちはさいたま市における、生きた学びの場ということで、小さな公共空間を生かして、これまでとは違った角度でですね、さいたま市らしい、場を作っていけないかということを考えて、テーマに取り組んでいきました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、私たちはですね、ランドスケープ埼玉、こういう名前をつけてですね、今回のプロジェクトをやってみるということに、しました。はい、もともとランドスケープという言葉ですけれども、その地域、社会に固有の景観、風景、といったものを意味していますけれども、そこに、学ぶですね、学ぶこと自体だったり、この土地にずっと学ばれてきた歴史、そういったものも掛け合わせつつ、この目で見るサイトですね、そして、この場所、埼玉、いうものを掛け合わせていって、さいたま市ならではの生きた学びの場、そういったものを作っていけないかということで、検討をしていったものです。はい、さてこの景色ですけれども、埼玉新都心から自転車で行くとわずか5分や10分の世界です。夕焼けの時期になるとですね、埼玉新都心を望む壮大な夕焼けが望めます。埼玉市は、都市と自然が非常に近いということがありまして、私たちはこの素晴らしい景観を持っている三沼ですね、そこに学びの源泉があるのではないかということから、歴史を紐解いていくことにしてみました。はい、さてこちら、江戸時代初期になりますけれども、武蔵の国、埼玉県地域の国絵図になってます。右下に青く出ているのが東京湾、左にある山あいの地域が秩父連山ですね。私たちが今いる大宮が赤い、小さくて恐縮ですけれども、ポチのあるところ、その右にですね、点線で囲んである地域というのが三沼です。当時から武蔵の国には沼ですとか溜井、そういったものは数多くありましたけれども、この三沼という地域がですね、群を抜いて非常に大きな水域だったということが当時の国絵図からも分かりますね。でこの地域にこそですね、人々の生活、そういったものに密着したものが刻み込まれていたということが、いろんな資料を見ていくことから分かってきたんですね。はい、この三沼の最初の転換点はですね、江戸時代の初期になりますけれども、三代将軍徳川家光の命によってですね、現在の東浦和駅のすぐそばになりますけれども、そこに八丁堤という長さ800メートルにもわたる堰が作られて、そこで水を貯めて溜井を作ったというところに起因します。それはその東浦和から南の地域に用水路を整備して灌漑を可能にすると、どちらかというと江戸東京のための施設を作ったということになるんですけれども、そこで水を貯めてしまったがゆえにですね、その北の地域で水没するなど、水怒りと呼ばれるですね、被害が多発することになってしまいます。ここから100年にもわたってですね、現在の三沼地域の方々はですね、水害と、もしくは水が枯れてしまうという現象に苛まれ、隣り合う村同士ではその水をめぐって争いが発生してしまうという非常に苦しい時期も過ごしていたということがあります。さて、そこからですね、100年の歳月を経てですけれども、民衆は用水路を整備して生活の環境を上げてほしいという切実な要望がありました。で一方、江戸東京は膨張を続けているがために、年貢の増強、つまり米をたくさん作りたいというそれぞれの異なる要望がありました。でその2つの課題を一挙に解決する方法として、用水路、三沼大用水と現在呼ばれるものが整備され、新田開発がなされていったという2大事業に着手していったということがあります。はい、そこでですね、時の8代将軍徳川吉宗になりますけれども、王の命を受けてやってきたのが紀州藩士である伊沢八十兵衛為長さんです。彼は三沼記念公園にも銅像が飾られていますけれども、
地型校舎というふうに呼ばれてまして、推理技術を熟知し、卓越した土地を読む力ですね。さいたま市は台地と低地が密接に関わっている土地になってますけれども、その土地をつかむ力で二大事業を実践していくことになります。私たちがただ目をつけたのはその技術者としての為永さんというだけではなくてですね、村受けという制度を導入したということにあります。年貢を多く石高を上げてより良い生活をしていきたいという市民の方々、そういった方々の要求に応じて彼は村受けと制度を導入をして、やる気のある村と共同すると、現代でいうジョイントベンチャーのようなことを江戸時代中期から実践していたことになります。当時の新田開発がなされていた地図になりますけれども、さまざまなカラーがパッチワークのようになっていますが、これですね、異なる村同士が隣接していたということを示しているんですね。で、これらの利害の異なる村を調整していき、この見沼の大用水整備と新田開発、これだけの広大なエリアになるんですけれども、わずか半年で実現をしています。そこで村の人々も含め多くの農民たちが新たな技術を獲得していったという歴史が出向っていたんですね、はい、そこで我々はその地に眠る特別な存在があるということに発見をしていったんです。その名も農民師匠という存在です。あまり聞いたことがない言葉かと思うんですが、彼らは寺子屋で教鞭を取るですね、農家出身の先生なんですね。江戸時代末期の埼玉県はですね、寺子屋の設置率が見沼を抱えている大宮ですとか浦和に非常に数多くあったという数字があります。で、特に農民師匠という存在自体は調べていくと全国各地には存在はしているものの、埼玉市だけがですね、非常に数が多くて、お坊さんや商人の方々といった非農民師匠の方々のなんと2倍もいるというのがこの地だけにあったというのが大きな発見でした。すなわち、為永さんが開拓した用水路の整備や新田開発、そういったことで土地を読んで自ら考えて行動して、そういった生きる力を持った農民の方々が育っていったというのがさいたま市における重要な遺伝子だったということが我々は突き止めていったところなんですね。すなわち江戸時代には村受けや農民師匠を中心とした生きるための学びというのが整えられていったということになります。さて、いきなり現代に戻ってしまって恐縮ですけれども、一方現代の学びについてはどうなんでしょうかということです。いろんな方々の声を聞いていくときに、現代の学びというのが受験を突破するための確率的ないわゆる道具にどうしても成り下がってしまっているのではないだろうか、そんなことをちょっと危惧をしています。今年オープンした新大宮図書館の休日の朝の様子なんですけれども、受験生とおぼしきですね、学生の皆さんを中心に休日になるとですね、200人もの人が開館前の図書館に並ぶという景色が繰り広げられているそうです。学びの場をですね、選択肢がなかなか少ないのではないかというところも我々は危惧をしているところで、現代における受験のための学びというのが読解力の不足であったり、正解のないことを考える力の不足、そういったことを招いてしまっているのではないかということもありますし、そもそも自分がこれから何をして生きていこうという学ぶ目的そのものがどうしても欠如してしまっているんじゃないだろうかということにも危機感を持っております。かつては寺子屋を中心としてですね、私的な空間が開かれていったということで生きる学びが実践されていった時代が江戸時代にはあったんですけれども、現代の学びでいうと大箱の空間で受験勉強を中心とした学びというのが確実的になされているだろうというところなんですけれども、私たちは公共空間を活用したいということで、私的な空間を少しでも公的な空間に広げていって、生きるための学びをできる、実践できる場所を見つけていきたいなというふうに思っています。
それこそが埼玉らしい学びの場であるだろうし、我々が考えたランドスケープ埼玉というプロジェクトに行き着く大きな要因ということになっています。さて、さいたま市は130万の人口がいるということで、やっぱり数多くの人がいれば、それなりのスキルを持った方々も多いということで、その土地を生かして、それぞれの場所をマッチングさせていくことで、そのポテンシャルを生かしていけたらいいなと思っています。農民市場は現代でいうと、市民市場に成り変わる、ことでしょう。そして、小さな空間を提供してくださる方がいれば、新たな市民の学びの場が提供されるだろうと思っており、その市民が新たな市民市場になってですね、空間を提供したりすることで、新たな学びの場が増えていく、そんな循環が作れたらいいなということを考えています。すなわち学びの選択肢が広がる世界というのは、生きやすい世界につながっていくんじゃないかなというふうに思っております。さて、ここでどんなプログラムを実際に、生きるための学びということで実践していけたらいいな、さいたま市ならではのプログラムって何だろうというところを考えていったアイデアが次に出てくるんですけれども、先日も台風の被害ありましたけれども、いざとなったら災害の時にどんなことができるか、生きるための力として、なかなか今キャンプにでも行かない限り火を起こしたりはできません。そういった火起こしを学ぶ機会を設けてみたりですね、この地域に昔からある歴史を学んだ上で実際に手を動かして、竪穴式住居まで、ちょっと大それたものはできないかもしれないですけれども住居を作ってみたり、もしくは地域のブルワリーさんと一緒に、ホップからビールを作ってみる、そんな年間のプログラムができるのは農地がすぐそばに広がっているさいたま市ならではのプログラムなんだろうと思っています。その他にもメンバーからは多種多様なアイデアが出てまして、あんなことをやりたい、こんなことをやりたい、思いばかりはかなり大きく広がっていますけれども、それを実践できる市民市場の方々と小さな公共空間を提供してくださる方がいれば、組み合わせは無限大になるんじゃないかなというふうに思っています。そしてですね、我々今プログラムということで重視してきましたけれども、ものを実際に作ってみるっていうことにも同時にチャレンジしていきたいなというふうに考えておりまして、例えばこんな小さな、どこにでも持ち込めるようなですね、机があれば、どんな空間でも学びの空間に変えられるかもしれない、そんなプロダクトも考えていきたいなというふうに思っております。さあ、実際にどんな市民市長の方がいらっしゃるのかということで、たどり着いた方が一人いらっしゃいます。利根川健一さんという方なんですけれども、メンバーのネットワークを生かしてですね、発見してくださいました。彼は端っこラボというですね、まさに岩槻の本当に県境の端っこにあるところなんですけれども、そこで木材加工場をレンタルスペースとして DIY ができる場所ということで開放してらっしゃる方なんですね。先日、薪割りと焚き火ということでかなり大きな製材された薪をですね、長野県の松本市から運んで、火を囲むという会を開いていたりしてまして、これをですね、学びの場と変換して、芸術祭の会期中、4月ですとか5月あたりに、開催できたらなと思っていまして、そこから災害に対する備えであったりいう生きた学びの場を作っていけたらなというふうに思っております。焼き芋もう美味しそうなので食べられたらいいなというふうに思っています。はい、素敵なプログラムを実践していこうということでも経済を回していく必要があります。実際にプログラムを受けたい方とスキルを持った方を結びつけるということでプログラムを作っていくという真ん中から上の経済の仕組みを作ることは大事なんですけれども、そこが回っていったその先にはですね、企業が人材育成をしたりいうようなところにも生かしていけると、プログラムが実際に走り続ける、そういったことにもつながっていくのではないかなというふうに考えています。はい、来年の芸術祭の会期中にはですね、プロトタイプのイベントを実施して、
夏以降には複数のプログラムも開催していって、うまく軌道に乗っていけば2年後には研修等への実装もできていきたいなというふうにも思っております。はい、埼玉市らしい公共空間とはということで、我々学びを中心に考えていきましたけれども、のびのび楽しい学びを、実践していきたいなというふうに思っていますので、今後も試行錯誤しながらチャレンジをしていきたいなというふうに思っています。場所を提供してくださる方やスキルを持った方募集をしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。まだ中身は空っぽですけれども、Facebook ページも新たに設けさせてもらってますので、今後フォローしていただけますと幸いです。ご清聴ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは。公共空間 B チームの発表をさせていただきたいと思います。私たちのテーマは、タツノコ商店街浦和美園です。商店街といえば、昭和時代から風情が残る外観や店内、人情あふれる店主さんとそこに訪れる人々の交流の場として地域に根付いてきました。今回のテーマ、タツノコ商店街、開催場所として考えたのが浦和美園地域です。ではなぜ浦和美園で開催しようと思ったのかについてご説明いたします。埼玉市内で人口増加が急速に進んでいる浦和美園。2001年サッカーワールドカップの日本開催に合わせ、埼玉スタジアム2002がオープン。来場者の交通手段として鉄道が整備され、埼玉高速鉄道が開業いたしました。埼玉高速鉄道線は始発駅の浦和美園駅から7駅間、東京メトロの南北線、東急目黒線と直結しており、都内のへのアクセスも便利な埼玉初の地下鉄です。この利便性の良さから都内へ通勤されるファミリー層が住み始め、それに伴いマンションや戸建ての建設が日々進んでいます。こちらは2008年駅前の様子です。空き地が広がっています。この時の地区人口は 15,500 人。駅前に交番ができた2013年には人口が徐々に増えていき、25,000人を超えた2019年の現在は、市のコミュニティセンター、郵便局、銀行、ビジネスホテル、各専門クリニックが立ち、ようやく駅前らしくなってきました。約10年で1万人の地区人口が増えています。浦和レッズのホーム地としてイメージが最も強い浦和美園の地域は、いつからか都内へ通勤されるファミリー層の住民が増え、子育てしやすい町と成長し続けていきます。実際にこの浦和美園にお住まいの方にインタビューさせていただきました。今回ご協力いただいたのは、ご家族4人で美園地域に越してこられ、4年目の斉藤智子さんです。ご夫婦で揃って熱狂的な浦和レッズファンとなり、早15年、家を建てるなら浦和美園にしようと新婚の頃に決められたそうです。実際お住まいになってみると、美園地区はガヤガヤしてなくて居心地がいいそう。通勤も子育てしやすいし、ママ友との交流が増えていて、毎日がすごく楽しい。そんなママ友とのコミュニティの場所といえば、町の開発が追いついていなく、お茶する場所はいつも誰かのお家だそうです。飲食店といえば、居酒屋1軒しかない駅前に、早くカフェができないかなとお話ししてくださいました。続いてお話しいただいたのが、美園地区で生まれ、お育ちになった清水博さん。こちらの清水さん、若い頃は生まれ育った美園地区がお好きではなかったそうです。なぜなら、浦和や大宮地区の友人から美園地区は埼玉市の離島と言われていたこと。当時、浦和美園駅までバスで40分、大宮へは50分、バスの本数が少なくて不便で、社会人になってからは浦和の駅周辺に駐車場を借りていたとのことです。地元でお仕事をすることに始まり、地域の人々の交流を開始され、龍がモチーフとなった獅子舞に参加されて13年が経ったそうです。この交流の中で年長者や地域の住民と、交流をさせていただいたことで、あまり好きではなかった美園地域を愛し盛り上げていきたいという本心に気づかれたそうです。通勤時間とサッカーの試合が開催される時
のみ賑やかな駅前の風景を見ていると、普段からもっと交流の場があればいいのになと常々感じられているそうです。すいません、地域住民のインタビューを得て、私たちが考えたのは、浦和美園にふさわしい文化があったらいいのではないかと考えました。では、住民の方に実際聞いてみようと思います。はい。沼田龍君7歳。美園に住んでいただいて、実際どんな感想をお持ちですか？はい。お父さんは週末家にはいるんですけれど、いつも家でゴロゴロしています。ですので、もっと家族に構ってほしいなと思っています。はい、ありがとうございます。ではお父さんいかがでしょう？ちょっとね、息子には申し訳ないんですけど、もう毎日毎日仕事で疲れちゃって、ちょっと土日もね、ちょっとおしゃれなカフェとかレストランとか外行ってもちょっとのんびりできるような場所があったら外行きたいなと思うんですけど、ついついうちでゴロゴロしてます。そうですか、ありがとうございます。では最後に管理人さんに締めていただきます。管理人さんじゃなかった、自治会長さんでした、すいません。自治会長さん、お願いします。自治会長の森口達夫です。寂しい、何とかしてくれ。はい、熱い思いありがとうございます。それでは、これから私たちがこの皆さんの、住民たちの、お答えに答える解決方法について説明させていただこうと思います。はい、そこで私たちはヒントを探しに町に繰り出していきました。ところで浦和美園が来年のオリンピックのサッカー会場となりますが、60年前の東京オリンピックでサッカー会場がどこだったか皆さんご存知でしょうか？実はこの高鼻町のある大宮公園サッカー場です。今は大宮アルディージャのホームグラウンドになっています。この建物から歩いて100メートルほどのところに、サッカー観戦後に多くのお客さんが立ち寄るお店があります。駄菓子タバコの榎本です。ビルの立ち並ぶ大宮駅周辺にも一歩路地を入ると、昭和の下町的な人情味のあふれるお店が残っています。このお店のあり方を浦和美園に持っていったらどうでしょうか？買い物するついでにちょっと座って世間話ができたり、気軽に立ち寄れるお店があったら、つまり古い町から新しい町に文化をインストールしてしまうんです。実は江戸の町を作るときにも文化のインストールが使われていました。こちらは春日部市の八幡神社にある在原業平の歌の石碑です。平安時代に春日部の隅田川沿いで読んだ歌を江戸の町を作るにあたり浅草あたりにインストールして、成平橋や琴戸橋という地名を作り出してしまったそうです。また浅草の鳥の市は埼玉の鷲神社が本家なのは有名な話です。話は高鼻町に戻り、ちょっとこの町の成り立ちをお話しします。そもそも高鼻の地名の由来は、昔氷川神社の境内につながっていた見沼に湧き水が出ていたことから来ているそうです。この黒い丸で囲われたのが高鼻商店街です。で、こちらは明治初期の地図です。明治18年に大宮駅が開業した頃は、氷川参道沿いは人家もまばらで、一面に畑が広がりのどかな場所でした。ここが氷川参道です。こちらは昭和の初めの大宮です。大正時代から昭和の初めにかけて、この辺り一帯の開発がスタートします。100年前には浦和美園と同じで、農地を開発してできた新しい町でした。ただ浦和美園と違うのは、この高鼻町には個人の経営する店舗併用住宅が立ち並び、商店街が生まれたのです。榎本もこの時代昭和3年にオープンしました。地域の子どもたちが駄菓子を買いに来たり、おじいちゃんおばあちゃんが店の前のベンチでのんびり世間話をする、この場所で100年にわたり激動の歴史を見守ってきたのです。店内に入ると、ここが榎本のおばちゃんの座るカウンターです。
道行く人の顔が本当によく見えます。店内にはおばちゃん手書きのメニューやポップが貼られていて、とても懐かしい雰囲気です。自動販売機もあるんですが、おばちゃんを介してタバコを買う人も多くて、そんな時には店の外まで出て世間話を一緒にしてくれます。私たちはタツノコ商店街を浦和美園駅に作ります。浦和美園駅の図面です。浦和美園駅は 1,2 番線を通常使用しておりますが、私たちは3番線の臨時ホームを計画として考えております。これが3番ホームの臨時ホームの入り口、そして改札の中身、プラットフォームの様子です。私たちは屋台を作るにあたり、榎本から建築的な要素をまずは抽出することを考えました。一つは看板によるアイキャッチ、そして滞留できるベンチ、そして見晴らしの良いカウンターです。でこちら側のイメージの図面となっておりまして、モジュールは幅45センチ、高さ2メートル程度として電車で運べる程度の大きさとしております。で側板が上に上がることで軒下の空間になったりとか、あと下に降りることで展示台、物を置く、商品を置くようなスペースにもなります。そして看板もつけることも考えております。シャッターの左側を入り口、右側を出口として、屋台を10台連続して並べます。で屋台とホームドアの間を子供が遊べるスペースや食事のできるスペースとします。入場券は特別なチケットで入ります。普段閉まったシャッターがこのような形で開き、レッズの緑がサーキュレーションの緑になります。そして臨時ホームが特別な空間になります。普段は閉まった改札口が祭り、晴れの空間への入り口となります。そして昔から住む住人も新しい住人も商店街のお店で出会います。普段は誰もいないホームが屋台が並び、駄菓子やヨーロッパ野菜など人々が交流して楽しんだりできる場所になります。私たちは多世代が行き交う場所、新旧の住民が行き交う場所、公共空間である駅が開催場所になることは最適ではないかと考え、埼玉高速鉄道の社長にお話をしたところ、浦和美園が盛り上がるなら喜んで一肌脱ごうと駅のホームでの開催を OK していただきました。ありがとうございます。場は整いました。あとはやるだけです。時は5月土日、場所は臨時ホーム、駅の切符は特別なゲートの入場券になります。子供には駄菓子や紙芝居を、子育て世代には親子で一緒に楽しめるお芝居を、大人には地元で採れる野菜や地酒を。浦和美園駅臨時ホームに多世代が楽しめる文化、古き良き時代を演出するために仮想商店街を出現させます。いつもの駅が魔法をかけたように商店街になったら夢が広がりますよね。実は大宮の高花商店街は100年前には何もなかったところから文化が発展したように、浦和美園も文化を移植することでその場所独自の文化を育てることができるかもしれません。さて、なぜタツノコ商店街っていう名前なのか。タツノコのタツは龍のこと、埼玉ゆかりの名前です。そしてノコっていうのはその子供の意味です。そしてタツノコのオスはお腹の中で子育てをするんですよね。タツノトシゴは元祖イクメンパパです。文化を生み育てる象徴でもあります。そこで私たちはタツノコ商店街と名付けました。このタツノコ商店街から人とのつながり、新旧住民の関わり、地元以外の人との交流を演出します。きっと同じ時を分かち合うことで文化は熟成されていくことでしょう。文化は誰かの手で作られるものではなくて自分たちで作る、このプロジェクトはここから始まります。ぜひタツノコ商店街の仲間になってください。私たち公共空間チーム B は学生からベテランまで幅広い年代が揃っています。ぜひ一緒にプロジェクトに参加してみませんか。まだ何もないタツノコ商店街に文化の明かりを灯すのはあなたたちかもしれません。参加方法は様々です。
出資するもよし、出展するもよし、広告宣伝するもよし、これから一緒に文化を作っていきましょう。始発駅でもある浦和美園から始まります。詳しくはここから発信していきます。それでは3番線から出発進行。おご清聴ありがとうございました。モビリティチームです。よろしくお願いします。はい、では私たちが提案するのは、自分の住んでいる地域で家族との思い出を作る方法です。で、まあ、この提案に具体的に入っていく前に、まずは現在のさいたま市についてちょっとお話しさせていただけたらと思います。さいたま市民への意識調査の結果、8割を超える市民が、住みやすい、住み続けたいと回答しています。でその理由としては、買い物など生活に便利、居住環境が良い、交通の利便性が高い、まあ、こんな理由が挙げられています。でこのスライドの中でちょっと注目してほしいのが右下 の、 転入超過数ってところなんですけど、0歳から14歳の、年齢における、転入超過数が、全国トップとなっております。で、まあ、これってさいたま市はまさに子育て世代に対して特化した、暮らしやすい街なんだなということがわかるかと思います。はい、本題に入る前にモビリティとはとちょっと言葉の意味を一旦おさらいしてみたいと思います。モビリティとはさまざまな意味のある言葉ですが、一人一人の移動を意味するとともに、交通の地域全体の交通の流動ですね、つまり人や物などの移動を指す言葉です。ではここさいたま市の移動とはどのような特徴があるのか歴史を調べてみました。縄文時代まで遡ると縄文海進と呼ばれる現在よりも海面が高かった時代には、埼玉には海がありました。縄文人は丸太をくり抜いた船に乗り、潮の満ち引きを使って東京湾の方まで食料を調達していました。江戸から明治の初期の頃にかけては見沼通船堀ができます。江戸へ農作物を納めたり、江戸からは逆に肥料や調味料が運ばれました。見沼通船堀ができたことで見沼周辺は豊かな農村になっていきました。その後鉄道が登場します。鉄道が開通した頃、大宮駅には駅がありませんでしたが、白井助七さんという方たちの努力によって大宮駅が誕生します。それまで通過していた列車が停車することで人や物の流れが増え、街がどんどん発展するきっかけになりました。そして現在の大宮駅、たくさんの路線が停車する大きな駅になりました。都内へのアクセスの良さはもちろんですが、複数の新幹線が止まる東日本の玄関口になりました。一番初めのさいたま市の紹介の通り、さいたま市は交通の便も良く、買い物に困らない住みやすい町になっています。で移動の歴史、次最後なんですが、自動車ももちろんあるんですが、私たちは自転車に注目しました。埼玉県は自転車の保有率が全国でもトップクラスですが、現在さいたま市ではハローサイクリングというシェアサイクルの実証実験中で、市内1000カ所以上のステーションを目標に拡大中です。シェアサイクリングの利用者の移動を可視化したものがこの画像です。特に白くなっている部分というのが、駅を表しています。なので駅が真っ白くなっていて周りに散っている状態ですね。通勤や通学の利用をしているのがこの画像から分かります。このように埼玉の移動の歴史をまとめると、船から始まった移動ですね、潮の満ち引きですとか、通船堀の運河の流れですね、また鉄道が発達し、
さらに自転車でさらその通勤通学の利便性が上がると、すべてこう南北の移動ですね、先ほどちょっと話も出てましたが、要するに都内へより多くより早くを追求していったのではないかと考えました。その結果、何度か言葉が出ていますが埼玉都民という存在が生まれたのかなというふうに考えています。また、これからのモビリティの在り方、これまで、産業や経済の発達に伴って人や物をより早くより多く移動させる物理的な豊かさを追い求めてきたものから、物消費、こと消費ですとか、あとは所有からシェアなどから分かるように、精神的な豊かさや多様なニーズに応えるものになっていっています。何度か出ているこの埼玉都民ですが、アンケートの結果からも出ていましたが、交通の便や買い物のしやすさなど住みやすさは感じているようなんですが、まあ、果たして本当に満たされているのでしょうか。そしてこれからのモビリティは精神的な豊かさも満たしていかなきゃいけないという役割があります。そこで私たちは埼玉都民がこれからのモビリティで家族の思い出を作ることができるプランを考えました。はい、皆さん、このキャラクターをご存知でしょうか。ご存知ですよね。埼玉市のマスコットキャラクターヌーニです。ヌーですね。で、私たちが提案したいプラン名がヌーリズムですね。で、ヌーリズムっていうのは、あの休日の外出を待ち遠しくさせるふるさと体験と乗り物放題がセットになった新しい地元旅行サービスですね。まあ、ちょっと気づいてはないかもしれないんですけど、あの名前はあのヌーとツーリズムを掛け合わせたものになってます。ありがとうございます。で、これからのモビリティを活用した週末の新しい過ごし方をご提案したいと思います。で、まずですね、ターゲットは埼玉市に引っ越して間もない子育て世帯の埼玉都民とさせていただいてます。で、前段でもありましたけれども、埼玉都民は、まあ便利だけど本当に満足しているんでしょうかっていうところがありました。で、その悩みをちょっと埼玉都民に聞いてみたところ、まあ近くの商業施設には行き尽くしてしまった、まああんまりお金はかけたくない、で手間時間はあんまりかけたくない、で子供がいるとちょっと動きが制限されちゃうから動きづらい、まあ、こんなものがあって、まあ、そもそも埼玉市自体をあんまり知らないということもあったんですね。で、その休日の過ごし方っていうのは子育て世代にとってとても重要なことで、この資料、あの内閣府の、全国の家族と地域の家族と地域における、ける子育てに関する意識調査ですね。その結果ですね、育児や家事で夫も行った方が良いと思うこと、70% の方が、休日に子供を屋外遊びに連れていくという回答をしています。で、この回答っていうのが、まあ、子供を入浴させたり、食器洗いするっていう回答よりも全然多くて、まあ、子育て世代の悩みとなっているということが分かります。他にもですね、子供と大人が一緒に参加できる地域の行事やお祭りがあること、子供と一緒に遊ぶ人や場があることっていうのも求められています。次がこのアンケートが、株式会社小連れさんというところで取ったアンケートなんですけれども、休日のお出かけの計画をするのが、当日を含めた3日以内に計画するということが約 70% あります。ほぼ時間をここにかけられないということがこれで分かります。あとは休日のお出かけ先の優先事項ですね、これが距離移動時間というのが、約 70% の人が回答しています。この 70% というのは、費用だったり混雑度といった選択肢よりも多くてですね、まあ、やっぱり子供がいると移動の負担も大きいので、その辺が反映された数字かなと思います。で、そんな埼玉都民に、私たちが提案するヌーリズムはですね、ハローサイクリングさんのアプリから通知が来るので、勝手に情報が入ってきますので、自分から情報を探しに行かなくても、
知らない埼玉の情報が手に入ります予約する際にも乗り物と体験が同時に予約できるので簡単手軽に利用していただけます。で下に画像があるんですけど、これはハローサイクリングさん の自転車ですね。で、まあ、自転車はもちろんあの右の小型 EV 車の利用も視野に入れています。でなので自転車に乗れない子どもなんかも一緒に移動可能となっております。でどうやって体験するのっていうところで、まずハローサイクリングさんのアプリを起動してください。で3日前から参加したいプログラムと乗り物プランを選択して予約完了と、あとは当日のお楽しみとなっております。でこれがアプリのイメージなんですけれども、あのハローサイクリング様協力のもと作成いたしましたで真ん中の画像のヌーのピンが立っているところがあの観光スポットですね。で右の画面があの通知が来た時の画面で、こんな感じで通知が来ますよっていうところ でちょっとこれだけだとあの全貌が見えないと思うので、まあ、プランの一つをご紹介したいと思います。はい、それではとある家族がヌーリズムを実際に使われた体験談をご紹介したいと思います。非常に仲の良さそうなご家族の写真ですが、ご長男の小学校の入学をきっかけに都内から埼玉市に3年前ぐらいに引っ越してきた共働きのご家族です。パパは都内に勤めている立派な埼玉都民、通勤の時にたまにハローサイクリングを利用しているようです。週末のよくある過ごし方は、夫婦ともに運転免許はあるんですが車を所持していないので近くの公園だったり商業施設によく行っているそうです。さて右側の携帯の画面ですね、パパの携帯にハローサイクリングからプッシュ通知が届きます。で通知の中身が、田んぼの真ん中で取った道を叫ぶ一日黄金伝説芋掘り体験、なんだこれはととてもキャッチーな、内容に思わず中身を見てしまったパパなんですが、意外に内容が面白そうだということでアプリ経由で予約をしました。当然乗り物も一緒に予約ができて非常に便利だったと。で当日ですね、2台の EV 車を借りて、親子、大人子ども1人ずつの組み合わせで出発しました。EV 車を走らせているとだんだんと自然が増えていっている景色に、お子さんとこんなに近くに自然があるんだねなんて会話をしながら、農家さんまで行ったそうです。で現地に着くと農家の方も温かく迎えてくれてみんなで芋掘りを頑張ったそうです、まあ、楽しそうな写真ですね。で農家さんを後にして、EV 車をステーションに返しもらったお芋を持ちながら家族で感想を言いながら家に帰ったと、とてもいい思い出になったんじゃないかなと思います。まあ、この例は芋掘りなんですが、収穫体験の他にもものづくりですとかあとは昔の暮らしを体験できるようなプログラムですね、そういうのを考えています。まあ、埼玉市内にある四季のさまざまな、プログラムを提供を考えているので、まあ、飽きずに手軽に有意義な休日が一年中楽しめるような内容にしたと考えてます。また、体験を提供する側の方ですねは埼玉市内のさまざまなステークホルダーが参加できるような形を取りたいと考えていて、みんなで埼玉を盛り上げていけるようなそんなプラットフォームになるといいなと思っています。最後に事業化の流れを簡単にご説明します。はい、事業化についてですね、いろいろちょっとビジネスモデルだったり細かく設定してみたんですけれども、これ説明しだすとちょっと時間が足りなくなるので、割愛させていただきます。で事業プランもこんな感じでちょっと細かくやってみたんですけども、これを簡単に直したものがこちらで、事業開始までに2度の実証実験を重ねて乗り物を使うものなので、安全性などにも考慮してしっかりと準備していきたいと考えております。最後になりますが、このサービスを通じて埼玉市に住むたくさんの家族が休日に埼玉市の魅力に触れて自分たちの住んでいる地域の中で家族との絆を深めていく、また思い出を積み上げていくようなそんなきっかけになってくれたら嬉しいと思っております。以上です。ありがとうございます。
はい、ではソーシャルインクルージョンチームの発表を始めたいと思います。皆さん、十日町は行かれたでしょうか。十日町というのは、まあ、地元の人にはおなじみのお祭り、大きなお祭りですけれども、このすぐ隣にあります氷川神社で行われて、あ、今ちょっと、隣ですね、氷川神社で行われるお祭りでございます。毎年12月10日に行われるということで、今年はですね、先週行われました。で、今年の12月10日はですね、来年、まあ、ここも関連してますけれども、来年行われる埼玉国際芸術祭、2020の、100日前、イベントということで、12月10日に行われました。ということで、私はそこに参加したメンバーと一緒に十日町も、ですね、楽しみ、私地元生まれなんです、地元育ちなんですけれども、まあ、小学生以来、まあ、数十年ぶりに十日町に来ました。で、今見ていただいている写真が、十日町、今年行った先週の写真ですけれども、あのイベントの流れということで、影山さんも一緒に、行きました。影山さん、当日たこ焼きどうもごちそうさまでした。で、それでは、その参道なんですけれども、あ、氷川さんは氷川神社なんですけれども、まあ、参道がすぐ隣に今あるわけですけれども、この参道にですね、参道仲見世というものが以前ありました。今日はこの参道仲見世についてお話ししたいと思います。まず参道仲見世の歴史を簡単にこれから紹介していきますけれども、まずですね、縄文時代、かなり遡った話になりますけれども、ここら辺はその頃は海が迫っていて、まあ、岬の突端というような形、地形になっておりました。その岬のですね、突端に、神社が作られました。これが今の氷川神社です。で、この氷川神社を中心にですね、集落が生まれて、まあ、関東の町が出来上がっていったというようなことも言われております。で、この氷川神社の参道なんですけれども、2キロにも及ぶ日本一の参道でありまして、大宮のシンボルということになっております。ここら辺の話はですね、実は埼玉トリエンナーレ2016年の時にですね、先ほど一番最初に三浦さんの方から紹介ありましたけれども、埼玉スタディーズで紹介してあります。この部屋の出たところに展示してありますので、よければそちらの方もこの後見ていただければと思います。それでですね、氷川参道の話に戻りますけれども、これはですね、昭和10年頃の氷川参道の写真です。うっそうとした大木が茂る参道というところですけれども、これがですね、昭和30年代になりますと、このような様相を呈します。このような商店街のような形になります。これがですね、参道仲見世と言われるところでございます。ですけど、この場所はですね、今平成広場という名前になりまして、当時の面影はなく、きれいな公園となっております。で、この場所をに私たちは興味を持ちまして、リサーチを行いました。それでまず地図を手に入れたんですけれども、これが左側に旧大宮図書館、ここですね、ここの場所から、そこの参道をずっと行きまして、大宮駅前の通りにあたるところまで、それが、現在の平成広場、当時の、参道仲見世の場所でございます。で、この地図なんですけれども、実は昭和53年の地図になっております。これはですね、どこで入手したかと言いますと、大西屋さんという酒屋さんで入手いたしました。この大西屋さんなんですけれども、まあ、このサーキュレーション埼玉、この3ヶ月、4ヶ月にわたって、ここの清宮図書館で、ミーティングを行ってきたわけですけれども、その帰りにですね、私たちこのソーシャルインクルージョンチームは、まあ、お宮に駅に帰っているわけですけれども、すぐ近くに、こう行く途中にですね、大西屋さんがありまして、これは酒屋さんなんですけれども、角打ちができる酒屋さん。酒屋さんのお店の前でお酒が飲める。というお店でございまして、ここによく毎回寄るようになりました。で、そのうちですね、この写真の真ん中に写っている大西屋さんのご主人なんですけれども、すごいお話の好きな方で、いろいろ話をしていくうちに、その、参道仲見世、参道の商店街のことについて、いろんな話を聞くことができました。で、このお店ですけどね、最初の写真の影山さんと一緒に写っている写真も、あれも実は大西屋さんだったんですけれども、以前、太宰治も、この大宮に滞在した時に立ち寄ったというようなこと
という場所でもあります。でここでですね、その先ほどの参道仲見世の成り立ちについてご紹介したいと思います。でその参道仲見世ですけれども、実は闇市が始まりでした。戦後大宮の駅前に闇市が発生したわけですけれども、駅前開発の煽りを受けまして他の場所に移転してほしいという話になりました。一方闇市の人たちは、自分たちの居場所が必要だということで、そこら辺の対立が起こったわけです。でその、そこでですね、間に立ったのがですね、大宮市の職員である土屋さんという方でした。彼の言葉でですね、買うに、銭のない戦災者、引き上げ者、生活困窮者などの戦争被害者は引き込まれるように、路面をしのぐという言葉がありまして、土屋さんの思いといたしましてはですね、住まう彼らの居場所を一方的に奪うだけではこの町は成立しない、このような思いを持って土屋さんは、大きな役割を担っていくこととなりました。そこでこの時ですね、移転先の候補として氷川神社さんの方から参道ではというようなお話が持ち上がります。氷川神社の思いといたしましては、浅草の浅草寺の仲見世をモデルにいたしまして、そのようなにぎわいを氷川参道にできないか、そういう思いがありました。収益とかも考えてられてのことです。一方闇市の方ではですね、やはりさっき言ったようにですね、自分たちの居場所を確保したいという思いがありましたので、土屋さんはですね、この間に入りまして、お互いの利点を、つなぐ、お互い様の関係を作る、こういうような立場に立って、この移転の作業を進めていきます。このような経緯を打ちまして、参道仲見世が生まれたわけです。でそれが昭和22年の話ですけれども、それからですね、実は昭和60年までこの商店街は残っていきます。40年ほども続いたということです。今は平成広場ということになっておりますけれども、名残がもうほとんどないということなんですけれども、でここでですね、最初の大西屋さんの話に戻りますけれども、大西屋さんに毎回通うようになったわけですけれども、毎回飲みに行くうちにいろいろ話、毎回参道中さ商店街の話が出ました。でよく毎回ですね、毎回のように大西屋さんは、古本屋や駄菓子屋やおもちゃ屋やあと食料品店などもあってすごい楽しいという話を毎回してくれました。でさらにですね、大西屋さん近所の有名な酒屋さんですので、近所の方がたくさん飲みに来てます。近所の友達がいっぱい来るわけですね。そういう人たちに話聞いても、必ず参道商店街の話はとても楽しい思い出だということを繰り返し、話してくれました。そこでですね、私たちはこの今は亡くなってしまった参道仲見世ですね、ここには大事なことが失ってしまったのではないかというようなことをちょっとか思いました。そこでですね、時代の要請によって、亡くなってしまった参道仲見世、きれいな公園になってしまったんですけれども、ここではですね、ちょっと違和感がある、なんか失われてしまった大切なものがあるのではないかというふうに思いまして、近所に住んでいる人たちにですね、ヒアリングということを始めました。まずは私たちは参道仲見世を覚えている方たちを探すために、ご近所の商店を中心にお話を伺いに参りました。引っ越しや高齢化などで当時のことを知る方も少なくなってきてはいたんですが、〇〇さんならわかるかもですとか、何々店さんに行ってみたらどうかなどというご紹介いただきまして、皆さんからご回答を得ることができましたので、そのうちのいくつかをご紹介したいと思います。まず子どもの頃、参道仲見世が通学路だった40代男性のお話です。自分が子どもだった昭和50年代には参道仲見世は日常の一部になっていて違和感はなかった。駄菓子屋さんなどがあった。こうしてきれいに整備されると、あんなに身近だったのに全くなかったようになってしまうんだなと思う。次にご近所にお住まいだった F さんのお話です。お店が消える場所には新しいお店が入ってきて常ににぎわいもあった。最後には徐々に減ってきていた。ご近所にお住まいの70代女性のお話です。参道仲見世の住人たちは
みんなお互い様で仲良く支え合っている様子だった。炊事場も共同で親戚のような感じだった。通学途中に割烹着を着たお母さんたちがみんなで一緒に朝ごはんのお茶碗を洗ったりしていた。参道中店に住んでいた60代男性のお話です。一人のお母さんが女手一つでお子さんを育てていた。中店で揃えた材料でお稲荷さんを作り、売りに出て生計を立てていた。お母さんが仕事でいない間は、ご近所同士お互い様でお子さんを見守ったりもあった。ご近所の60代男性のお話です。参道中店には後から新しく入ってくる人たちもいた。毎日行く銭湯では地域のみんなが家族のようで、自分もご近所のお兄さんの背中を流したりしてお互い様だった。こういった以上のお話から、私たちは参道中店にはお互いに寄り添う排除のない関係性があったのではないかという結論に達しました。参道中店はなくなりましたが、このような関係性は今の時代にもやはり必要だと思います。一方、さいたま市ですが、2018年度、東京23区、大阪市に次いで転入者数全国第3位と、今も人口が増え続けています。1位、2位が東京、大阪の大都市ということを考えると、市としては実質1位、これは6位のあの横浜市を大きく上回っています。このように人口が増え続けているのに、身近な関係性を築きにくくなっている現代の社会では、新しく埼玉市にやってきた方たちがスムーズに地域に溶け込みにくくなってしまっているのではと考えました。参道中店に存在していたような緩やかに支え合う関係性をまた再現できれば、埼玉市はさらに暮らしやすい町になるのではと思います。そこで私たちはお互い埼玉という考えを提案します。これは参道中店がお互い様という気持ちで支え合っていたということと、埼玉という場所に根ざす価値観を重ね合わせた言葉です。お互い埼玉プロジェクトの説明をします。お互い埼玉プロジェクトのステップは4つです。ステップ1、お互い埼玉バッジを作ります。ステップ2、バッジの申請をします。ステップ3、お互い様な出会いがあります。ステップ4、お互い埼玉な関係が増えます。まずステップ1です。バッジを作成し、お互い埼玉の証としてバッジを考えました。こんなバッジはこんな形なんですが、こんなに可愛くてハッピーになるバッジをがあったら欲しいなとかって思いませんか？あ、嬉しいですね。すごい嬉しいです。他にいませんかね？ないですか？こんなバッジをちょっと試作で考えたんですけども、そのバッグや水筒など身近なところにつけていただいて、このバッジを身につけて街へ出るといいことがあります。ステップ2です。バッジの申請をします。このバッジは埼玉芸術祭で手に入れることができます。まず私たちはお互い埼玉ノートを用意します。興味を持った人と私たち C チームのメンバーとでお互いの思いやエピソードを交換します。そこでお互い様のバッジを差し上げます。さて、お互い埼玉バッジをつけるとどんなことが起きると思いますか？ステップ3です。お互い埼玉なお店と出会いがあります。バッジをつけた人がお互い埼玉のステッカーをつけたお店を発見することができます。こんな風にバッジを使うことで関係づくりのきっかけになるのではないでしょうか。バッジでつながり、人と出会い、知り合うきっかけが生まれます。ステップ4です。支え合う関係を分かりやすく表現し、可視化することで新しい街に踏み出す小さなきっかけを作れればと思います。
参道仲見世のように誰かが街中で声をかけてくれたり溶け込めたらいいですよね。お互い埼玉の旗印にするために皆さんご力ご協力願えませんか。今回ご協力いただきました皆様にお礼申し上げます。お忙しい中本当にありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。